出させていただきます。これ独特やねこれ。どうも柴です。今日はですね、うん、ちょっとね面白そうなお店を見つけたんで、うん、そのお店に行ってみようのかな、うん。うわいいねって天井当たっとるやないかい。ということで教育欄ここ。あれ柴さんそんなとこで何してんの？何どれ？看板看板。バカ何言ってんの？ここにいるじゃないか。いやこっちは顔でかいし。確かにあの顔面マックスで、ね、収まってないもんな。まあまあそんなことやね。ここはめっちゃ気になったから、うん、今日はここねちょっと調査していきたいと思います。行くよ。ついておいて。はい。今日ちゃんとほら見て。ほんまや。揃えてきたから。ほんまやな。うん、行くぞ。ていうかそれいつも制服やからそれしか着てへんやん。これしかないの間違いだな。行くよ。ということでちょっと。こっちは、こっちは、間違えた。ついに間違えた。間違えた。まあまあ、この子やったらええけどな、可愛いから。可愛いよね、こっちね。っていうことで今日ね、頼むのは、名物、ベジ豚串巻き。ブブー。これの、12本盛り合わせ。これがね、結構独特な感じで出てくるから、めっちゃ面白い。名物、リング鍋。リング鍋ね。リング鍋。これもまた、独特な感じで。そうやな。面白いみたいなんで。顔は豚やけど、目はキツネって。ハイブリッドですか。ハイブリッド流行りの。ハイブリッド。失礼します。はい。ん？普通の鍋や。これ何？豚の鼻の穴的な感じこれ。いやいや、もっとすごい。ちょっとびっくりした。もっとこっち上で多分。ほんま。失礼します。串のご準備させていただきます。はい。まります。開けさせていただきますね。はい。蒸し焼きにすんのこれで。結構12本と多いんや。そうな。意外にボリュームが。失礼します。結構テクがいいね。もうなるそうやな。テクいるな。私入れさせていただきます。はい。これ独特やねこれ。これちょっと待って。鼻水みたいな。いや鼻水でしょこれどう見てもさっきの鼻水が蒸気になってんねこれ。いきます。おおいい感じです。いい感じですか、はい、でもいただきます。いやいや串行く前に行くんや。まあまあ当たり前のことかな。じゃあどれから行こう。絶対うまいやん。迷うよねこれ。うずら行こう。これを、うん、何で行こう。アボカド。これ何だったのトロレ。で、これがピリ辛。これが。バジル。バジル一番うまいわ、絶対。あ、そう。でも岩塩も合う言うとったね。とりあえずこれは、そのままでいってみる。あ、そのままでね。これ塩合うわ。やっぱ岩塩何でも合う言うとったよ。これ、うん。めちゃめちゃ美味しい。この豚のさ、うん。めっちゃ良質な油に包まれてね、うん、ヘルシーなものたちが、うん、今はうずらやったけど、うん、なんかそれに岩塩かけるやん。ほな豚のこの油の甘みが出てきて、うんうん、でさらに塩で、うん、しかも蒸してるやん、うん、だからこの油のしつこさみたいなのがないね。うまみだけが残ってるみたいな。ほんでしかも柔らかい。トマト絶対うまいねけどエリンギうまいんじゃんこれ。あこれは合うやろこれ、うん、トロロいってみよう。トロロは一体何に合うんや。キノコは多分味噌やと思うで。味噌か。味噌な。うん。うん。あこの味噌全然辛ない。あそうなの、うん。これは僕の一押しはやっぱりこのバジルやね。あバジルが合う。バジルと塩や。間違いない。バジルと塩がいい。うん。お肉で巻いてるけど、そう野菜か、うん、野菜単品やったらなんて味気ないけどこの豚のこの油が入ってせやなすごい美味しくなってる。でも油ってこの下に落ちてるんやろ結局。そう、うんうん、でこの野菜のスープでこう蒸されて、うんうんうん、蒸し料理なんですよ。だってこれ作るのに15分ぐらい蒸しとったからそりゃ蒸し野菜はうまいよ。
これ柴さんの鼻水が固まってカビカビになってるみたいな。ほら、そういうことを言うな。ああ、ほじってほじる。ほら、綺麗に取った。そういうことを言うな。そういうことを言うな。鼻取って。そういうことを言うな。そういう。はい。ほっぽすごいこれ。っていうか、ぼんちゃんこれすごくないこれ。これすごい、ね。何これ何これちょっと舐めてた舐めてた。でかすぎ。うまいな。でかすぎでかすぎ。写真で見たときこんななかったもんな。こんななかったよこれ。すごいよこれ。ではでは。このスープでいただくと美味しいって言うとったからね。これをね。うん。これをしゃぶしゃぶした感じで食べるの。よいしょと。あ、これな、うん、さっきもここ塩を取ったやろ。あ、この中で、うん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 、めっちゃしょっぱいよ。失敗しちゃう。あの、こんなだししょっぱいんだ。この塩はただの酔っ払いやんか、それ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ、ね、仕切り直しでいただきます。あ、はいはいはい。美味しい。ちょうどいい感じ。優しい。はい。びっくりした。めっちゃこんな塩入ってた。うん。じゃあ豚肉もすするんやな。お出汁が下味が結構ついて。ほう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 。それに豚肉がめっちゃ合うね。ほう、うん、なるほどね。あ、うまい。ね、こうやって。ドガーン。あー、崩していく楽しみもあるね、これね。うん、うん。お腹いっぱいなんですけど。おいしい。あの、白菜出すとか全部入ってるし。あ、うん、串の後にやってんねや、うんうんうん、これ。な。おちゃん。おい。一周行ってるからね。マジでおい。ちょっとさ、塩ポン酢いくわ、もう。あ、おすすめのね。うん。うん。うん。しゃあ。うん。さっぱり。さっぱりする？うん。やっぱポン酢やもんね。なあ。そらな。お腹いっぱいになった時の味方ポン酢やね。結構なボリュームやね。いいえ、だからこれ4人前や言ってんの、これ。うん。ほんまに舐めてた。これさ、うん。4人前の肉頼んだよ。うん。セットでさ、うん、パスタとリゾットついてるらしいよ。だから4人前ずつまだ来るからね。ほんまに？その予定やけど。ちゃうやん、ちゃう、面白いやん、びっくりした。ほんまに4人前来たらもうマジで食われへんと思って言われて固まったから。めっちゃてんてんてんなっとったもんね。めっちゃ固まった。やっぱりビビった？ビビった。もうさすがに無理やなってなったもん。あと8人前の炭水化物。とりあえず、1人前ずつにしよう。あ、なるほどね。ちょっと無理やわ、4人前は。ちょっとさ、パスタ待ってる間にさ、パスタ来た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 来ました、はい、これ特製のトマトソースです。ほう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 。で、これでトマトクリームです。あ、なるほど。ほう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 。あとはパスタなんですけど、はい、こちら生麺なので、はい、再沸騰したらすぐにお召し上がりいただけるんで。ああ、なるほど、はい、なるほど、はいはいはい。なので、もう少々だけお待ちください。はい、はい。あ、ほんまや、ニンニクのめっちゃいい香りしてる、ガーリックの。ほう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 。いただきます。あ、めっちゃいい香りする。おいしい、おいしい。うん、うまい、おいしい、うまい、おいしい、うん、はい、食べな、ほら茹でれるって、茹でられるって。伸びる伸びる伸びる。はい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 。忙しいね、忙しいね。うまい、うまい。まだまだまだ。おいしい、まだ。おいしい、おいしい。俺もこんなおかんもったら嫌やわ。ほんま嫌やわ。おいしい。うまいけど。さあ、もう腹いっぱいになる前に次行こう。ジズリゾって。もう一旦火止めた方がいいんじゃない、それ。火止めた方がいいんかな。うんうん。うまい、おいしい。そのシーンちゃうやん。おいしい。うまい、うまい、うまいよ。食ってないやん。何なん、食ってないやん。何なん、自分一体何なんなあ。食ってないやん。食ってないよ。伸びるから伸びるから。ああ、そうやな。早く早く、さあ、おいしい。まだ食ってないわ。
ちょっと待って。うまい。うまい。うまい。おいしい。ガーリックが効いておいしい。匂いがめっちゃしてるもん。うん、おいしい。で、さっきの野菜の旨味とか全部出るって、うんうん、この豚の旨味が出るから。超早送り。絡めてもらってチーズを入れていきます。これめっちゃ長い。これバットかと思ったこれ。バットですこれ。バットなの？ほんまや。ほんまや。防犯用。火止めてもらって。はい。もう食べてもらって大丈夫ですか？はい、わかりました。よかったら使ってください。はい、ありがとうございます。美味しそう。美味しい？美味しい？まだやまだや。うまい？まだまだ。美味しい？まだ。ちょっと待って。美味しい？うまい？だから美味しいって聞いてるやん。美味しい？これはこれもう書いてあるやん。とどめのチーズリゾットって、うんうんうん、マジとどめ刺されるわ。ほんまに今日ヘルシーで終わると思ったけど、うん、最初の串カツの時はあの串カツの油が落ちてヘルシー言うとったやんか、うんうん、ね、串カツちゃうけどな。あ、串カツまあまあヘルシー言うとったやん。で次ブーブーリング、うん、あれも見てすごいヘルシー言うとったやん、うんうん、で結局、うん、最後にこうやって締めで汁まで飲むとあの時ヘルシーになった油たちが全部ここに入ってるから、おおおイエスおイエス完全なデブ飯です。綺麗によそって、またまた、こんなヘルシーな豚の食べ方あんねやつ、すごい感動してたのに最後がいつも通りだった。最後トータルで考えたらカロリー満点やん。そうだよそうだよ。ごちそうさまでした。お疲れです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。あ、ありがとうございます。行ってください。アメちゃん、アメちゃんあるんで。なんかついてる。スタッフからのメッセージ付きです。ありがとうんや。じゃあこれでありがとうございました。ありがとうございました。それ舐めながら歩いて通用するとこあるから行こう。何遊ぶな遊ぶな遊ぶな、せっかくのメッセージで遊ぶな遊ぶな。みんな心込めて書いてくれたよね。でも間違いなく俺がそのメッセージを持ってポケットに入れて洗濯機に置いてたら喧嘩になるやつや。あれやで、あのアメちゃんってあなたどうなんか知ってる？何？中身なくなんねん。嘘？溶けて？ほんまに？で、この殻だけになんねん。服が甘くなんの？いや甘くならへんけど、うん、なんかあのポケットの中ベトついてる。やったことあるな。乾燥機やっててなんか何のこうパリパリしとって、お前なんや？あ、なんかベトベトすんなぁ。やるな、それは。やったことあるな。すいませんでした。余計をつくます。